和白店も今日から2年目なんですけども、その記念にちょっとインタビューできてよかったですよね。まあ成長できますよね、これだけ好きだったら。な、一生もんって感じですもんね、はい、もう辞める気はないって感じでしょ。そうですね。だから今の映像がまた1年後2年後見たら変わってるのは間違いないからですね。あ、1年後も楽しみです。なんでインタビューしようかと思ったけど、やっぱ筋トレが好きそうで、はい、大会系の人がやるって思ってるんですよね、みんなね。バリバリ運動してた人が筋トレやるって思ってるけど、それじゃないんですよね。そうです。だから割とこう文化系っていうか理屈から入る人も多いですもんね。だから健康管理で始めるわけだから、逆に体育会系の人はもう運動やりたくないって人が昔は多かったですよね。増量中なんでしょ。はい、ここに来た時は58キロぐらいだった。あ、そうですか。あ、まあ、腕とかでかくなりましたけどね。そんな細いっていう印象もなかったですけどね。それに比べたら5キロぐらいは。あ、すごいですね。太るのも大変ですもんね。今おいくつなんですかね。今23です。あ、若いですよね。腕とかもこう太くなりましたよね、だいぶね。そうですね。こう二頭筋とかどうですか。まあいい。増量、最近増量する人少ないですけどね。昔はもうとにかく太れ太れやったんですけどね。あ、まあまあまあ。でも何キロまで持っていく予定なんですか。70キロぐらい。そうですね。たらいいですか。初めて何年ぐらいなんですか、トレーニング。初めてでも1年ちょっとぐらいですかね。本格的にこういうジムに通ってトレーニングしてるのは1年ちょっとぐらいです。ああ。なんか元最初なんか腕立てとか、スクワットとか家で、懸垂とかやって、それも1年ぐらいやってたんで。はいはいはい。最初は何キロぐらいだったの、始めた時。最初53とかでした。で、だんだん増やしててですね。はい。これ筋トレっていうか、まあまあフィジークとかボディビルとか、大きい人が向いてると思うけど、細い人の方が向いてる場合もあるんですよね。あ、大きくはなりますからですね。で、最初からこう体重がある人はなかなか落としにくい面もありますからね。でも本当なんか自分その筋肉って本当筋肉質な人しかつかないと思ってたんですよ、本当20歳ぐらいまでは。あ、筋肉ある人は全員筋肉質な人なんだって思ってたんですけど、もう全然それが自分でやってみてこうちょっと続いてくると違ったんだと思いました。ものすごいいい意見ですよね。まあ一般の人そう思ってるけど、筋肉に対する刺激が入ってなかっただけなんですよね。あ、運動が好きな人って偶然に筋肉に対する刺激がありますよね、はいはい。だから昔だったら家で農作業をやってたとか、はい、漁師の手伝いをやってたとか、でかい、うん、キャッチリしてる人がいます、ね。今日常生活で筋肉を使うことがないからですね。あ、で筋肉に刺激さえ入れば筋肥大するんですけどね。まあ、それに気づかれたっていうのは大きいですよね。まあ、この YouTube 見てる人でもね、いろんなタイプの方がいらっしゃるでしょうけど、まあ、筋トレってやれば誰でも変わりますからね。あ、そうですね。で、あとどこまで変わるかっていうのは分からないからですね。あ、そうなんか、マッチョな人とか見ると昔はなんかすごい筋肉質なんだろうなと思ったんですけど、今はすごい努力をされた方なんだなっていうような見方にこう変わりました。そうですね。トレーニングしっかりしないと。そうですね。言い方ができないじゃないですか。私ここでジムとか30年ぐらいやってるけど、大体最初見たらどういう体になるか分かるんですよね。あ、でも今はその体じゃないからですね、はい。つけばどういう体になるか分かるから、将来的に、うん、身長もあるしですね、なんかいい体になられますよね。うちちょっとマニアックなジムだと思われて、はい、ものすごい人たちがいっぱいいるんでしょうとか言われるんですけど、確かにそうですね、見た目的に。でもそれはありえないですよね。最初からすごい人ばっかりなわけないからですね。もう日本人でも周りのこと気にしてしすぎの部分ありますね。最初そのやり始めて何ヶ月かのところは、こうなんか空いた時間とかでやって行ったりしてたんですけど、周りに見えなくてガリガリだから恥ずかしいからみたいなのがあったんですけど、でもやればもう別に。そうですね、はい、その辺も貴重な意見ですよね。和白店には結構外人の方来られてるけど、周りのこと全く気にしてないですもんね。で、適当なトレーニングで良くなりますね。そうですね、電話しながらやるやつ。日本人ってすごくまめにやるけどですね、結局それが継続できるかっていう問題もありますよね。だからまあ今もうトレーニングは一生もんって感じでしょうからね、はい、すごくトレーニングの良さをよく理解されてる感じがしますよね。メリットを完全にも知ってしまったから、あ、だからもうやらないんだ。やっぱきついのはきついから、うん、そのきつさよりもこのやった達成感とかメリットとかの方が意外に
っていうのを知ってるんで、もう別にそれが苦じゃないですか。そうですね、快楽にかかったらいいんですけどね、ベータエンドルフィンとかですね、ホルモンが全てですからね。まあ、快楽もあるんですよ、でも少し。そうですね、でもやっぱ苦しみの後に快楽が生まれますよね。苦しい時はやっぱ快楽がありますからね。あ、ちょっと今休みすぎましたけど、じゃあもう一回やりますかね。